アメリカのソフトウェア大手、アドビ e は14日、文章や画像から映像を生成する AI サービス、Firefly ビデオモデルのベータ版の提供を始めたと発表しました動画を生成する AI は、Google やオープン AI なども開発していますが、大手企業で一般ユーザー向けに公開するのはアドビ e が初めてです。 アドビはこのほかにも既存の映像を生成 AI で拡張する新たな機能を自社の動画編集ソフトに追加したと公表していますこれらの発表を受けアドビの株価は2.9%上昇しました